東京大学医科学研究所の川岡義弘でございます。今日は新型コロナウイルスについて我々が行ってきた研究についてお話ししたいと思います。新型コロナウイルスの研究にはここにリストさせていただいた多くの病院の多くの先生方のご協力を得ることによって遂行することができました。 同じセッションのエンジェである大曲先生にもサンプルの提供をいただきました。ここにお礼申し上げます。で私たちの研究室での仕事につきまして先ほどの検討をいただいた大曲先生をはじめ国際医療センターの先生方並びに感染研 の中島先生高橋先生鈴木先生にはハムスターの病理解析を行っていただきました感染研の武田先生にはこのウイルスを分離するための細胞を分与いただきましたまた猫などの解析はウィスコンシン大学のローバー先生とクロフォード先生にお願いいたしました また私の研究室のアメリカの研究室ではピーター・ハルフマン先生が中心になって研究を進め東京大学医科学研究所の研究室では今井先生が中心になって研究を進めていただきました研究のサポートは A メドから受けております今日はこのようなテーマでお話しさせていただきたいと思います まずは動物モデルです新型コロナウイルス感染症という病気を理解するためにはそして抗ウイルス薬やワクチンを開発するためには感染動物モデルが必要となってままいります私たちの研究室では新型コロナウイルスが猫そしてハムスターでよく増殖するということを見いだしました。 新型コロナウイルスに感染した患者さんが飼っていた猫から新型コロナウイルスが見つかりそしてニューヨークの動物園バルサロナの動物園のトラやライオンが新型コロナウイルスに感染したという報道がありましたそこで私たちの研究室では猫に 新型コロナウイルスを摂取して猫でウイルスがよく増えるのかどうかそして同じケージの中に感染していない猫を同居させてウイルスが伝播するのかどうかということを調べましたウイルスにウイルスを猫に摂取しますと猫の中でウイルスがよく増えましたまた えー、同居させた猫にもウイルスが簡単に伝播しました鼻のスワブを取ってみますと鼻のスワブには1万個以上のウイルス感染性のあるウイルスが検出されましたさらにこれらの猫は全く症状を示すことはありませんでしたつまり 新型コロナウイルスは人から猫に伝播して猫の間で症状を示すことなく広がっていくということが分かりましたただ猫から人にウイルスが伝播するかどうかということは今のところ分かってはいません新型コロナウイルスに感染して回復された方の後遺症が問題になっています この後遺症はさまざまな原因があると考えられますが私たちの研究室ではこの呼吸が苦しくなるという後,、えー、後遺症に注目しました先ほどの新型コロナウイルスに感染させた猫ですけれどもこの猫先ほどお話しましたように症状を全くしませんでしたそこで感染から28日目に 安楽死をさせて肺にどのようなことが起きているのかということをしめ調べてみましたそうすると症状を全く示さなかったにもかかわらず感染28日目でもこのような肺炎の病変が見つかりましたつまり人でも同じようなことが起きていてそれが呼吸が苦しくなるという後遺症に繋がっているのかもしれません 次ににハムスターについいいてお話したいと思います新型コロナウイルスを感染させて7日目そして16日目に CT を取ってその肺炎がどのように進行していっているのかということを調べてみましたそうするとこの白いところが肺炎ですけれども感染7日目には肺炎が肺に広がっているのが観察されました 16日目にはこのようにかなり回復ししている様子が観察されましたこのように新型コロナウイルスに感染したハムスターの推定画像には患者の推定画像に見られると同じような病変が認められるということが分かりました。すなわちハムスターは新型コロナウイルス感染症の動物モデルとして有用であるということが分かりました。 このハムスターのモデルを使って特定のアミノ酸変異が及ぼす影響について調べてみましたこのウイルスが最初に中国の武漢で現れたときには S タンパク質の614番目が D というアミノ酸でしたがそのウイルスが欧州にわたって広がっていくうちに 614万ガが G というアミノ酸に変わりそれがどん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 増えていくということが見つかりましたそこで私たちの研究室ではノースキャロラー大学のラルフ・バリック先生との共同研究でこのもともとの武漢型と欧州で欧米で主流となった欧米型のウイルスについて電波 力が違うううかかどとということを調べてみました実験の方法はウイルスをハムスターに感染させて翌日感染していないハムスターを同じケージに入れてやりますただその2匹のハムスターはメッシュの網で5センチ間隔で区切ることによって直接は触らないというような状況にしましたそうすることによって ウイルスを摂取したハムスターから感染していないハムスターに電波するには飛沫あるいはエアロゾル感染が起きないといけないという条件で実験を行いました感染していないハムスターを同居させて4日目にウイルスが電波していたか,のかどうかについて調べましたそれぞれのウイルス8つのペアで比較しましたが 両方のウイルスにおいて全てのペアにおいて電波が起こっていましたそこで、えー、同居させて2日目はどうだったかというのを調べてみましたそうすると、えー、武漢型もともとのウイルスの場合には8つのペアいずれにおいても電波は起きていませんでしたが欧米型のウイルスの場合には8つのペアのうち5つにおいて ウイルスが伝播していましたまた武漢型のウイルスと欧米型のウイルスを1対1で混ぜてそれをハムスターに摂取しましたそうすると1対1で混ぜたにもかかわらずこのハムスターにおいてすでに欧米型が主流になっていましたこのハムスターの肺をすりつぶしてそれを 次のハムスターに接種しましたそうすると欧米型のウイルスがさらによく増えるようになっていますで同じことをもう一度繰り返しますと、えー、武漢型のウイルスは消えてしまって欧米型のウイルスのみになっていましたすなわち欧米型のウイルスは武漢型よりもハムスターでよく増殖し伝播しやすいということがわかりました 次にこの動物,をモデル動物モデルを使って治療について調べてみましたさまざまな薬剤が臨床現場で使われていましたその結果新型コロナウイルスの治療薬として抗ウイルス薬として有効なのはレムデズビルだけということが分かりましたただレムデズビルも WHO が世界規模で行った臨床試験では効果がないと いいう結果が報告されていますそこで私たちの研究室では新型コロナウイルスに感染して回復したハムスターの血清をハムスターに感染新型コロナウイルスを感染させた翌日あるいは2日目に投与して感染4日目の無治療のハムスターの肺のウイルス量と比較しました。 そうすると治療翌日に治療した場合には肺のウイルス量が100分の1以下に減っており2日目に治療した場合でも肺のウイルス量が100分の1程度に減少していましたつまり血清血症抗体療法は高い効果が期待されると言えますまた私たちの研究室では 患者さんの血液細胞から人のモノクローナル抗体を作成しそれを新型コロナウイルスを感染させたハムスターの翌日に接種し肺のウイルスがどのぐらい減るかというのを調べました。そうするとモノクローナル抗体を接種したハムスターでは肺のウイルスが1万分の1に減っているということが分かりました。 現在私たちの研究室では企業と連携して来年中に臨床試験を開始するという予定をしておりますまたこの実験系を使って、えー、ハムスターにおいてさまざまな薬の効果を調べていましたその結果調べた薬いずれも効果が認められませんでした一方でファビピラビル アビガンについては、えー、少し詳しく調べてみました、えー。治療、先ほどの治療のプロトコールだけではなく、感染の前日から薬を投与するという予防のプロトコールでも効果を調べてみました。そうすると、治療、予防両方において肺のウイルスは無治療と比較して10分の1程度に減っていました。従 <laughs> って、えー、ファイブピラビルは 一定の効果が少なくともハムスターではあるということが分かりました次にワクチンについてお話ししたいと思いますワクチンにはさまざまなタイプがありますが現在アデノウイルスベクターのワクチンこれはアストラゼネカという会社が作っていますと mRNA ワクチンモデルナビオンテックが作っているこれらのワクチンが先行しており ビンンテッククののワクチンにつついいいててはいくつかの国で緊急使用承認が下りています私たちの研究室では不活化ワクチンと生ワクチンについて KN バイオロジクス mRNA ワクチンについて第一三共と東大医科研の石井健先生そしてサブユニットワクチンは MAB 組合という企業連合 と連携して開発を行っています今日は不活化ワクチンとサブユニットワクチンについて簡単にご説明させていただきたいと思います不活化ワクチンというのはウイルスを不活化して増えなくしたワクチンでございますでこの不活化ワクチンをハムスターの筋肉内に2回注射して それかかから新型コロナウウイイルルススをを感染させててが増えるかどううとということを調べてみました不活化ワクチンを打っていない場合にはウイルスは鼻や肺でよく増えましたが不活化ワクチンを打っている場合にはほとんどのハムスターにおいてウイルスが検出されませんでしたすなわち不活化ワクチンは非常に高い効果が期待されます 次にサブユニットワクチンですけれどもサブユニットワクチンというのはウイルスの一部この場合はウイルスの表面の S タンパク質を人工的に作ってこれとこのワクチンの効果を高めるための化合物アジュバントと混ぜてハムスターの筋肉内に2回注射しましたそれから新型コロナウイルスを感染させてウイルスの増殖をどの程度抑制しているかというのを調べました そうすると、サブユニットワクチンを接種したすべてのハムスターの肺や鼻でウイルスの増殖が抑制されていました。すなわち、サブユニットワクチンも先ほどの不活化ワクチンと同様に高い効果が期待されると言えます。次にマスクの有用性についてお話したいと思います。新型コロナウイルスは、 ウイルスに汚染されたものを触って感染する場合や飛沫あるいはエアロゾールに含まれるウイルスを吸い込むことによって感染するという経路が考えられていますただエアロゾル長距離飛んでいったエアロゾールに感染するというのは今のところ可能性は低いというふうに考えられていますでこのような飛沫あるいはエアロゾール感染において マスクがどの程度有効であるのかということを調べてみました実験はネブライザーでウイルスをこの箱の中に噴霧して一方で人工呼吸器で息を吸ったり吐いたりするようにする条件でマスクの効果を調べてみましたこれは研究室の植木特任助教が行った実験で彼はこのように 実験装置を最初からデザインしてこういう材料を買ってきてこれを自分で組み立ててこのようなシステムを作りましたでこれを我々の封じ込め度の高い実験施設 BSL3 と呼びますけれどもその施設内のこの安全キャビネットの中に設置して実験を行いました でこうすることによってウイルスが部屋の中に出てこないようにして安全を確保して実験を行いましたウイルスをネブライザーでこの口から噴霧するようにしてで一方でこの大動物用の人工呼吸器ですけれどもこれを使って人が息をしているように条件でマスクの効果を調べてみましたで吐き出す方は ネブライザーを使って中程度の咳として放出するスピードでウイルスを放出しましたでネブライザーから出てくる粒子の直径は5.5マイクロメーターですで吸い込む方ですけれども安静時の人の呼吸を再現するという状況を人工呼吸器で作り出しました でこのチューブの太さですけどもこれは成人の気管の太さになっていますまた口からこのウイルスをトラップするところまでの距離は口から気管支が分岐するところまでの距離になっていますこの部分はウイルスをトラップするわけですけれどもここにはゼラチン製のフィルターがありここでウイルスが吸着してウイルスを捕捉しますでこの膜は 培養液につけるとすぐ溶けますのでそれでウイルスを回収することになります調べたマスクは布マスク医療用マスクそして N95 マスクです N95 を使った実験においてこの顔と N95 の隙間からウイルスが漏れて入ってくるということが分かりましたのでそこをテープで塞ぐ N95 フィットと いうこの4つの条件でマスクの効果を調べてみましたでまず吸い込む側にマスクをつけた場合ですけれども、えー、布マスクの場合にはウイルスが入っていくのを17%抑制しました医療用マスクでは約 50%N95 マスクでは60% n 9 5フィットの条件では80%ウイルスが入っていくのを抑制しました一方吐き出す側にマスクを設置した場合には布マスクでも医療マスクでも70から80%ウイルスが出ていくのを抑制していました n 9 5ではさらに高い効果が観察されました以上の成績は何を言ってみるかと言いますと 感染している人がマスクをしていない場合には飛沫やエアロゾールに含まれているウイルスがどんどん出ていきますのでマスクをしていても一定量のウイルスが通り抜けていってしまうとところが感染している人がマスクをしている場合には出てくるウイルス量が減りますのでマスクを通過するウイルス量も減るということになりますつまりみんながマスクをするということが重要であるということが分かりました 次にウイルスの検出と抗原検出キットについてお話したいと思います。BIN 糖スワブが新型コロナウイルスを検出する際の最も標準的な検体ですが、唾液も若干ウイルス量が減りますけれども、それでもたくさんのウイルスが存在しているということで、ビー n スワブ、唾液両方を診断に使える 検体、えー、となっておりますで唾液のいい点は自分で検体を取ってもらえるという点があります。で、ビントスワブ中、そして唾液中のウイルス量を同じ人で比較したのがこのスライドになります。この線で結んであるのが同じ人の検体のウイルスゲノム量になります。で、これらの患者さんは、 のの方にたくさんのウイルスが存在している人でこの4人の患者さんに至っては唾液にはウイルスはいますけれどもビイントースワブにはウイルスは見つからなかった患者さんになります一方こちらの方は数は多いんですけれども B イントースワブの方がたくさんウイルスがいるという検体患者さんになりますでこの5人の患者さんの場合にはビイントースワブにはウイルスがいますが唾液中にはウイルスが見つからなかった 患患者者ささんんになりまますで両方で同じぐららいいいいのウイルス量を排出しししてるもっゃたこういった患者さんの場合には唾液中のウイルスが多い患者さんでこういった患者さんは飛沫に多くのウイルスが存在するので気をつけなければいけないという患者さんになります。で診断の標準的な方法というのは PCR になりますけれども。 この方法は感度は高いわけですが結果が出るのに時間がかかることがあります。一方、抗原を検出する迅速診断キットは迅速に結果が出ますが感度に難があるということが言われていますで。私たちの研究室では現在承認されている日本製のキット抗原検出キットについてその感度を調べてみました。これらのキットは、 ビ咽トースワブとビゼンテースワブを推奨を使うということを推奨しています。ただ私たちの研究室ではそれ以外の検体についても調べてみました。で結果ですが PCR 陽性の78検体についてそれぞれのキットが陽性と判定した検体の数をここにリストしました。そうすると、えー、キットによってかなり 感度が異なるとこのキットの場合には78検体中16検体しか陽性と判定できませんでした一方最も感度の高かったのは30検体陽性と判定することができました次に最も感度の良かったキットの結果についてご説明させていただきますでここに示しているのは感染性ウイルスが分離された検体になります すべて感染性ウイルスが分離された検体ですけれども、この最も良かったキットでも、これらの検体は陰性と判定しました。つまり、ウイルスゲノム量が少ない、ウイルス量が少ない場合には、ウイルスが存在していても、このキットでも陰性と判定してしまうと。ウイルスを見逃してしまうと。一方、ウイルスがたくさんいる場合には、 とと判定しているとでこの辺が重要でこれは使いようによって非常に有用であるというふうに考えていますでアメリカではアボット社が迅速にしかも1検体5ドルで検出できるという診断キットを販売しておりますでこの風景今となっては非常に懐かしい風景ですが我々みんな 早くこの元の元生活に戻りたいと思っているわけですただ非常に効果の高いコールス薬が開発されるか効果の高いワクチン接種が多くの人で行われるまでは今の生活が続くと思われますそこで私の個人的な提案なんですがこの抗原検出キットを活用することを考えてはどうかというふうに思っていますでこのキットはウイルスを 15分で検出できますただ感染性ウイルスを見逃す可能性はありますまた本来陰性なのに陽性と判定してしまう偽陽性もありますただウイルス量の多いサンプルは確実に陽性と判定することができますつまりウイルスをたくさん出している人は確実に補足することができます またキットの感度はこれからもどんどん向上すると考えられますさらに日本のキットメーカーと話しますと1キット500円でも採算が取れるというふうに言っていますしたがってこういった大規模集会あるいはレストランの入り口でこのキットを使うことによって陰性者のみを入場入店させるようにしてはどうかとでこれが実現するためには個人で 抗原検査キットを入手するできるシステムを確立する必要があるということと、こういった入り口で陽性が出たときにどのように対応するのかということを確立する必要がございます。ただそういうことができれば、こういうコールス薬の開発やワクチン接種の前に元の生活に戻れ,る戻れるかもしれないというふうに考えています。以上、今日お話したことをまとめてみますと、 ハムスターは新型コロナウイルスの動物モデルとして有用であると。で不活化サブユニットワクチンは高い感染防御が期待できます。さらに抗原検出キットはウイルス陽性検体を見逃す可能性はあるが、えー、使いようによっては有用であるというふうに考えています。以上でごごござざいいまますご清聴ありがとうございました